はいどうも、名古屋塾長チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井上です。どうもこんにちは。本日は愛知県公立高校入試倍率のからくり、これについての話をしていきたいと思います。倍率ね、発表されたんですけども、結構勘違いされてる方多いんだなっていう印象です。倍率が高くなったどうしよう、すごくそんな声がね生放送でも聞かれて、倍率は確かに上がったけど、そういった感じの印象を受けます。これについてね、誤解されてる方結構多いみたいなので話をしていきたいと思います。このチャンネルでは愛知県の受験情報、学校情報をたくさん出してます。生放送、オンラインコーチングでは相談することもできます。また動画はブログと並行してきますので、名古屋井の塾ブログ、こちらでぜひ検索してください。そしてね、愛知県公立高校入試当日点や内申点、どれぐらい取ればいいのかわからない、そういった方は井の塾の作成した合格判定サイトを使ってください。 A 判定から E 判定で自分が受ける学校のレベル、どれぐらい達してるのか、そういったのを把握することができます。また2月22日には当日判定というものを行って、答え合わせや過去問や当日の子たちと比べて点数が取れたのか取れてないのか、そういったことを把握することもできます。またね、2月22日以降生放送もちゃんとしますので、その時にもね、いろいろ相談してください。それではどうぞ。はい、それでは話をしていきたいと思います。倍率のからくりなんですけども、皆さん倍率ってどうやって出すか分かりますか？私立と公立でまたちょっと考えも違いますし、公立の場合も去年と今年全然違うんですよ、計算方法が。分かりやすく言うと、募集人数がありますよね。この募集人数よりも何倍の人たちが応募してきたのか、志願してきたのかっていうことですね。これを倍率と言います。つまり100人が募集として、200人募集したら2倍です。逆に言うとね、これはね、2人に1人しか受からないっていうことになります。なんで倍率をすごく気にされる方多いですよね。これね、僕以前動画にも出したんですが、倍率が上がるから点数が上がるというわけではないですよ。倍率が上がったから得点取らなきゃいけない、内申点もグワンと上がる、そういった印象を持たれてる方多いんじゃないですか。その話ちょっとしといた方がいいですかね。じゃあちょっと話しましょうか。倍率が上がっても内申点や得点はそれほど影響しません。普通は倍率が上がると得点影響する場合が多いんですが、愛知県の公立高校の場合は影響しにくいです。理由はなぜかと言いますと、1つ目に内申点っていうものはそれぞれの中学校に対してバランスよく与えられています。そのためどこかの部分が偏るとか、もちろんね、平均あたりは偏るんですけども、どこかのあたりが偏るとかそういったことはあまりないです。年によってね、偏りが出るってことはまずないです。そのため同じ中学校、同じ学区からは同じような高校を目指す子たちが多い。そしてその子たちの学力も大体同じ。こういうのが毎年続くので、そのため倍率が上がったとか下がったっていうのは、その学区の子たちとか、あとは志望する子たちの人数がブレたという、そういった印象です。また2つ目、例えば学科とかが増えてしまって、普通科のね人数が減ってしまった、こういった場合は倍率が上がります。例えば320人募集してたのに280人募集になってしまうと倍率は上がります。40人分ね減ってしまうので、なんで倍率は上がります、同じ人数志願したとしても。そして3つ目ですね、すごく人気になった。例えばその学校に有名な人がいたとします。その学校がなんかすごくスポーツで優勝したとします。そうやってやると大体人気が出たりとかしますね。なんで倍率が上がる理由って、特別なことがない限りはそんなに影響ないんですよ。そのため同じようなレベルの子たちが受けに来るので、そんなに点数も上がらないし影響はないかなと思います。またね、倍率が上がったとしても点数が上がるはイコールじゃないのよ。なんでかっていうと、例えば300人募集してます。そのうち500人が受験者数だとします。200人落ちるじゃん。そうですよね。じゃあ次の年に600人だとします。300人落ちるじゃん。これ普通に考えたら点数上がると思うんですけども、例えばの話で増えた分の100人が全然学力が高くない、低い子たちだとします。そうすると合否にあんまり関係してないわけですよ。合否に関係してない子が100人受けに来たとしても合格点は変わらないわけですよ。合格点はなぜ上がるかというと、学力の高い子たち順に取ってくんですよ、合格していくんですよ。だから上がいればいるほど点数が引っ張られてくんですけども、下がいくら出ようと点数は加味されないんですよ。だから倍率が高くなるイコール点数が上がるではないんですよ。また先ほども言ったんですけども、ある中学校のある特定の内申を取ってる子たちが多くの子がそこの学校を受ける、そういったのが毎年続いてるので、なんで急激にこう点数が伸びると かそういった影響ってやっぱないんですよ。ないというかね、考えにくいっていう話ですね。なんで他の塾の先生とかでも、いや倍率が上がったからね内申ってめっちゃ跳ね上がるよって言ってる人もいますけども、これね、僕がね
去年合格判定サイトで7万人のデータ集めました。7万人のデータ集めて一昨年去年比べました。倍率が高くなっても点数のプラスマイナスはそんなに影響ない。これもし興味ある方はね、伊野塾のブログぜひ見てください。一昨年去年合格最低点そんなに変わってないんですよ。でももちろん倍率は変わってますよ。じゃあなんで倍率が変わってんのに当日点が変わらないか、さっきの話と一緒ですよ。同じ学力の子たちが受けに来てるだけだから。そして下の子たちがいくら受けても合計点は上がってかないんですよ。そのため倍率が上がったからといって不安っていう気持ちになるのはちょっとやめた方がいいかなと思いますね。さてここからは倍率のからくりです。去年に比べてめちゃくちゃ跳ね上がったっていう学校ありますよね。倍率全然違うじゃん。もうよくね生放送でも聞かれるんですよ。だけどそれね、実はからくりがあるんですよ。これ塾の先生や学校の先生でも知らない方いらっしゃるみたいで、それ先生たちが悪いわけじゃないです。誤解してるだけなんで。まず一つは去年と今年の計算方法が違います。去年は募集人数に対してどれぐらいの志願者数がいるのか、こういった計算になってました。ただ今年は推薦の日程と一般受験の日程が違うので、そのため今年の計算は募集人数から推薦枠のもう人数が引いてあるんですよ。だから人数少なくなってるんです。人数が少なくなってるところに対しての志願者数を比べてるんです。つまり今年は推薦とか特殊職で 10% から 15% 受かっちゃうんですよ。つまり30人とか50人とかそれぐらい受かっちゃうんですよ。それの人数が減った分だけ倍率も上がってるように見えてるだけなんですよ。これは私立高校も実は一緒で、なんで私立高校今倍率上がってるかっていうと、昔 30% の推薦枠だったのが 50% 増えちゃったんですよね。だから倍率が上がって合計点が上がってる、そういった感じです。だけど公立高校の場合、去年と今年の倍率は違うけども、去年も推薦はあったわけですよ。今年も推薦があったわけですよ。だから倍率は上がってるけども、実際中身はそんなに変わってないっていうのがからくりになっています。例えば熱田高校、去年は911人志願したそうです。倍率は 2.85 倍。一昨年は841人受けて 2.63 倍。今年は1033人受けて 3.81 倍。これどう思いますか？まあ、人数は確かに増えてます。100人ぐらい増えてます。ただこの100人で倍率が1倍ぐらい上がってるんですよ。でも1倍上がるぐらいの人数が増えてるかっつったらそういったわけじゃないんですよね。だから 2.85 倍から 3.81 倍だとめっちゃ増えてるじゃん、熱田内申上がるじゃん、そうやって思ってる方は計算方法が間違ってます。勘違いしてるんですよ先生たちも。これは明学館小牧新町校の吉澤先生もブログに書かれています。知らない方は違った計算で倍率高くなったぞ、お前らの点数上がるかもしれんぞって言ってるんですけど、実際のところからくりがありまして、去年と計算方法が違うだけなんですよ。だから点数が上がるっていうのは去年からの倍率を見てると、まあ、確かに上がるかもしれないなっていうのはありますけども、ただ倍率自体が去年と今年の計算方法違うので、実際のところ上がってたとしてもそれほど影響はないかなと思います。ちなみに倍率は上がってるけど去年よりも志願者数減ってる学校もあるんですよ。だからからくりがあるんですけど、なぜかそのからくりがあまり知られてない、そういったことです。ちなみに吉澤先生のところでは2月22日合格速報で答え合わせするそうなのでね、皆さんもし興味ある方は見てください。下に概要欄に URL 貼っときます。何度も言うんですけども、倍率が増えてもね得点上がるわけじゃないので、例えば今回熱田高校100人ぐらい増えましたけども、第一志望の子なのか第二志望なのか、これによっても得点が上がる可能性は違ってきます。上位校になればなるほどやっぱり第一志望の子の方がぐん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 点数を引っ張ってくれる。でも中堅校になってくると第二志望の子の方が点を引っ張ってくれる、そういったことになるので、第二志望が多い学校、そっちの方が得点が上がる可能性があります。ただ何度も言うんですが、去年と比べてどうなのか、また毎年同じぐらいの学力の子たちしか受けに来ないんですよ。何度も言って申し訳ないんですけども、伊野塾が作ってる合格判定サイト使ってますか？使ってください。去年のデータ入れてあるので、その去年の7万人のデータから点数がめちゃくちゃ伸びたなんていうのはそんなになかったですよ。だから倍率が上がっても得点にはあまり関係ないです。点数が上がる要因っていうのはマークシートになったことによって、または問題の傾向が変わった、問題が難しくなった、こういったものが影響して点数が上がったり下がったりとかします。倍率によってっていうのはちょっと違うかなと思いますね。もちろんゼロではないですが、そこまで影響はないです。このからくりを知ったら皆さんね、倍率に怯えるのではなく1点でもね点数を上げて受験に向かってください。
はい、いかがだったでしょうか。僕のブログの方にもかなり詳しく書こうと思ってます。もう書けないかもしれないですけど、時間がなくて。なんですけど皆さんね、いろいろ不安になったりとかするかもしれません。生放送でね、ぜひ相談してください。いろいろね、返答させていただきます。ただどうしたらいいですか、どうしたらいいですかってやみくもに考えるのではなく、まず分析をすることが大事です。ぜひね、皆さん合格判定サイト当日判定使ってください。答え合わせもできるのでね、当日は答えをメモしておくことをお勧めします。また2月22日生放送もしたりとかするので、ぜひね、皆さん頑張ってきてください。それでは皆さん、バイバイ。And sail out of New York City.